はい、どうもこんにちは、チュータです。本日はこちら週刊黒金の塩プレミアム定期購読特典第3弾こちらを開封していきたいと思います。よいしょ。取り出すと結構シンプル、中身はこんな感じ。じゃあね、早速取り出していきたいと思います。こんな感じでほとんど組み上がった状態で入って、全体的にプラかな、合金は一切使われてなさそうです。今回こちら光子力研究所の VTOL ということで、発立体化らしいですね。こんな感じで、まずはこれは着陸脚でいいのかな、これを3つ底面に取り付け、一応こちらコロ走行が可能で、あ、これは長いのと短いのが入っているのか。これ選択式で長いのと短いのが入ってます。短いのこれどっちを選べばいいんだろう。こちらお好みで、とりあえず今回は短い方。そしてこの風防をこの凸とこの穴があるので、これを合わせてあげると、なんとかこうか、この乗り込み口が開いてるところが左右横に来るようにはめてあげれば、そしてウィング、これを立ててあげると、これで完成。光子力研究所の VTOL 機です。こんな感じでレトロフューチャーな外観がたまらないです。前面はこんな感じで、側面操縦席にはしっかり操縦桿がこの床から4本生えております。ちょっとこの足が緩めで取れやすいですね。そして先ほど軽く言ったんですが、コロ走行も可能となっています。そしてこのウィング部分もしっかり稼働するのが嬉しい。ホバーパイルダーに乗せてあげれるこの兜工事もしっかりスケールが合うので、ぴったりこんな感じで乗せてあげることができます。発進、ホバーパイルダーと並べるとこんな感じです。以上、プレミアム定期購読特典第3弾光子力研究所の VTOL 機の紹介でした。はい、他には普段こういうアメとイヤ、こんなフィギュアーツなんかも開封で紹介しているので、チャンネル登録、高評価の方もぜひよろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さようなら。